京都朝日シネマは、京都府京都市中京区河原町3上にあった映画館。河原町通り沿いの京都朝日会館ビル4階にあった。京都発の本格的アート系、ミニシアターとされる。ヘラルドエンタープライズが経営母体であり、シネマークが運営した。社会派映画やアジア映画に力を入れ、京都映画祭やアジア映画祭の会場となった。跡地にある、 京都朝日海岸ビル1975年に三条河原町に竣工した京都朝日海岸ビルは2代目の京都朝日海岸である。このビルの改築に伴い、1988年7月10日に京都朝日シネマが開館。ビルの所有者は朝日新聞社であるが、日本ヘラルド映画が映画館を建設し、映画制作から配給。 工業まで全てを行うシネマワークが運営を担当。関西のミニシアターで初めて完全入れ替え制を導入し、場内での飲食を禁止し、ロビーを完全禁煙とするなどして、個性を出した。これらには観客が戸惑うこともあったが、徐々に映画の街の市民に受け入れられていった。アート系作品だけでなく社会派作品も多く、上映し、京都市内のみならず、他府県からも、 電車などで来場する客がいた。情報発信手段としてニュースレターを発行した。このニュースレターでは映画情報に加えて音楽や演劇などの文化情報も紹介し、映画評論家のお過ぎによるコラムも掲載。オープニング上映作品はローマの休日とバラの名前だった。1988年から1990年頃には関西で 次々とミニシアターが誕生しており、国名衝撃、梅田キネマ、シネマベリテ、アサヒシネマさん、テアトル、梅田などが、京都アサヒシネマと同時期に開館している。京都アサヒシネマの元支配人、神谷雅子が開館させた、京都シネマ、京都アサヒシネマの経営は黒字だったが、ヘラルドグループの方針転換で閉館が決定し、2003年1月29日に閉館した。 閉館間近には、ワンダフルライフなどが上映され、これ枝監督も来館した。1月25日には、フィナーレ企画、映画の天使と題して、撮影監督である宮川和夫と、映画評論家である淀川長春の対談が行われた。対談自体は1989年に行われたもの。淀川は1998年、宮川は1999年没。 最終上映作品は、京都を舞台にしたお引っ越しであり、狂言師の茂山千路城による手締めで閉館が惜しまれた。京都朝日シネマの閉館により、京都市内のミニシアターは九条大宮の京都南会館のみとなり、京都南会館がアート系作品の上映に関して、中心的な役割を担った。京都朝日シネマの閉館を惜しむ声は、京都の映画ファンだけでなく、 関西中の、また、全国の映画ファンの中から上がった。支配人の神谷雅子も閉館を残念に思う一人で、あり、閉館後も、上映会の開催とニュースレターの発行を行った。京都朝日シネマの存続を願う署名は、北海道から沖縄まで7000人分が集まった。神谷が中心となって株式会社キサラギ社を設立し、ミニシアターの開館を模索。 京都朝日シネマ閉館から約2年後の2004年12月4日、市場カラスマの複合商業施設、ココンカラスマに京都シネマが開館した。ヘラルドグループの工業会社である、ヘラルドエンタープライズの直営館であり、系列館には、エビスガーデンシネマ、シネスイッチ銀座、梅田ガーデンシネマ、パラダイスシネマなどがあった。1999年公開の、ライフイズビューティフルが、 京都朝日シネマの入場者記録を作ったが、2002年にアメリが塗り替えた。年間上映作品数は約50本、年間観客数はコンスタントに10万人を超え、会員数も3000人前後で安定していた。ありがとうございます。